ねえマリサ、新車買いたいんだけど、スバルなんてどうかな？わわわ。スバルだけはやめておけ。なんで？スバルは現在、EV 開発に乗り遅れて苦戦しているんだ。特に欧州では、いつ撤退してもおかしくない状態だと言われている。マジ？あのスバルが撤退疑惑？さらに、力を入れていたはずの米国市場でも最近は苦戦。もはやどの国で需要があるのか、存在を危ぶまれているぜ。もしかして消滅もあり得る。一体何が原因なのかしら。今日は、そんなスバル苦戦の原因や背景について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、スバル創業の歴史を紹介しよう。スバルの前身となったのは、民間の飛行機研究所、中島飛行機。第一次世界大戦中の1917年、中島筑平氏によって、群馬県に設立されたんだ。元はといえば飛行機の会社だったの。ああ。中島氏はもともと、海軍兵として飛行機開発を担当していた技術者でもあり、航空機用エンジンの開発や、軍用機の製造で活躍していたんだ。戦争真っただ中なだけあって、大活躍だったでしょうね。しかし、研究を続けるうちに、民営の航空機メーカーを設立したい、という思いが強くなり、海軍を退職して、この中島飛行機を設立したんだ。やがて、民間航空機として初めて航空機の受注を受け、はやぶさ、疾風などの名機の生産に成功。おお、順風満帆ね。すぐに、三菱重工業や川崎航空機と並ぶほどの、航空機製造会社に成長したんだ。中島氏の技術力が大活躍したわけね。しかし、戦後1950年、政府の方針により、財閥解体の対象となってしまう。これによって中島飛行機は15社以上に分割されたんだ。あらら、せっかく順調だったのに。そこで1953年、中島飛行機グループ関連の5社が、航空機生産を目的として、新たに富士重工業株式会社を設立。実はスバルのロゴマークの6つの星のうち、小さい星5つは、この時集結した5社を表している、と言われているぜ。なるほど、そういう意味が込められていたのね。こうして、富士重工業株式会社は航空機の開発、製造に取り組むとともに、新たに自動車の製造にも着手。1958年にはスバル初の自動車、スバル360を販売したんだ。ここで自動車販売が出てくるのね。スバル360って、どんな車だったの？とても可愛らしいルックスから、初期版はデメキン、後にテントウムシというニックネームがついていたぜ。なんだかレトロで可愛らしい。実は1955年に、通産省が、乗用車の普及促進政策を打ち出したんだが、それに応える形でスバル360は開発されたんだ。なるほど、というと、ターゲットは大衆向け？ああ。コンセプトは、大人4人が乗れて、遠くまで壊れずに走る大衆車。航空機にも使われていた、モノコック構造を使用して、フレームとボディが一体化した、フレームレス構造を取り入れたんだ。おお、今では多くの車が取り入れている構造ね。この構造によって、空間を広く取り、軽量化することに成功し、リーズナブルで小型ながらも高性能な大衆車を可能にしたんだぜ。モノコック構造を採用した量産車は、国内ではスバル360が初めてだ。航空機の技術をうまく活用したのね。このスバル360は大衆車として国民に愛され、12年間もの間販売されたんだ。2016年には、歴史的な機械技術の発展に貢献したとして、機械遺産にも登録されたぜ。もはや歴史的存在ね。また他にも、1961年には、スバルの代表車の一つ、サンバーを販売。軽トラックなんだが、農道のポルシェとも言われるほど乗り心地が良く、操縦安定性にも優れていたんだ。こちらも、今でも熱狂的なファンが多い車だわ。このように技術力を活かした、高性能なラインナップで、人気を集めてきたわけだな。ちなみにスバルの強みって、ズバリどんなところ？スバルを語る上で欠かせないのが、やはり水平対向エンジンだ。ピストンが水平かつ、左右対称に配置されることで、振動が少なく滑らかに回転するんだ。また、V 型エンジンと比較して、エンジンの重心が低く、安定感がある。なんだか乗り心地良さそう。これこそまさに、航空機の製造で培った技術だな。他にも、ほとんどのモデルで 4WD を搭載したり、ぶつからない車で知られる、先進運転支援システム、アイサイトを、独自の技術として持っているんだ。技術を活かした、ハイスペックな性能が売りというわけね。ただ、
この独自技術には弱点もあるんだ。弱点？どういうこと？技術にこだわりや独自性があるのはいいことじゃない。そのこだわりが、ネックになっている部分もあるんだ。まず、4WD にこだわるあまり、他社と比べて燃費性能は良くない。ええー、それ、重要なポイントだわ。そっか。スバルって燃費は良くないのね。さらに、水平対向エンジンを採用していることによって、弊害も出てくる。エンジンを横置きするような、小さなモデルには向かないため。例えばトヨタでいう、ヤリスやアクアといったコンパクトカーがないんだ。確かに、スバルってある程度大きい車しか作っていないイメージ。ちなみに軽自動車は？残念ながら、スバルは2008年以降、軽自動車の開発から撤退してしまっている。ええー、軽自動車ないの？もちろん、自主開発をやめたというだけで、ダイハツから OEM 提供を受けることで、現在販売しているラインナップには、軽自動車も一応存在している。ただし、スバルが力を入れているのは、あくまで北米で受けのいい、車体の大きいモデルなんだ。そうなのねー。私は小さめの車が欲しかったから。そうなるとスバルはちょっと違うのかー。そうだな。燃費が良く、値段も手頃な軽自動車やコンパクトカーの用意がないということは、日本国内での販売台数を伸ばすことが難しくなってくる。それは数字に現れているんだ。そうなの。例えば、スバルの20年度の国内販売台数は、約10万6千台ほど。国内トップのトヨタが、年間約150万台だということを考えると、ざっくり10分の1以下の規模ということになるな。10分の 1? そんなに差があるのねー。スバルも軽自動車復活して、もっとシェアを伸ばせばいいのに。それが、軽自動車開発から撤退したのには、それなりの理由があるんだ。というと、まず一つ目の理由が、国内事情。国内の軽自動車の売れ行きは、ダイハツやスズキがダントツで、さらに最近はホンダや日産も加わって、競争はますます激化している。今さらスバルが加わったところで、シェアを奪える保証がないんだ。わぁ、確かに、レッドオーシャンすぎるわね。さらに、海外シェアを踏まえた、利益率の問題もある。実はスバルは、全世界販売台数では、年間100万台前後の車を販売しているが、そのうち7割強を占めているのが米国市場。7割も米国シェア、それって、他社もそうなの？いや、そんなことないぜ。例えば、トヨタの20年度の世界販売台数は、約 895.8 万台で、北米向けの販売台数は、約 271.3 万台。割合で言うと3割ほどだな。ふむふむ。天下のトヨタは3割ほどね。また、ホンダの20年度の世界販売台数は、約 454.6 万台で、米国での販売台数は 139.5 万台だから、こちらも約3割。さらに、マツダも約 128.7 万台のうち、北米向けは約 40.3 万台と、やはり3割程度に抑えている。米国向けはどこも3割程度が相場かー。ところが、スバルの20年度の世界販売台数、年間約86万台のうち、米国が約 61.2 万台を占めているんだ。それに対して日本での販売台数は、わずか 10.2 万台ほど。思った以上に国内シェアが少ないのね。もはやメイン顧客は北米。そう捉えられてもおかしくないな。というかむしろ、これはスバルの戦略的な販売方針なんだ。というと、例えば軽自動車の生産を行っていた2000年、スバルの国内販売台数の割合は今よりも多く、世界販売台数が80万台規模なのに対し、北米が約30万台、国内が約35万台。おお、今と国内シェアの割合が全然違うじゃない。ああ、やはり、軽自動車に力を入れれば、国内の販売台数は伸びる傾向にある。日本人は軽自動車を選びがちなのね。ただ、やはり大型車に比べ、軽自動車を数多く販売しても儲けは少ない。軽自動車の販売をやめた現在、年間営業利益は1000から2000億円程度だが、軽自動車を販売していた当時の営業利益は、年間500から600億円にとどまったんだ。なるほど、国内での販売台数はかなり下がってるように見えるけど、軽自動車の販売をやめたことによって、実は利益率は上がっているという現状なのね。そうなんだ。特に、スバル最大のセダン、ステーションワゴン、レガシーは、日本では年間1万台も売れないが、米国では年間に20万台規模で売れている。すご、20倍も違うわ。こうなると、米国受けを狙ったラインナップが増えていくのも仕方がない。レガシーも当初、日本の国内環境にマッチする、5ナンバーサイズの展開だったが、
アメリカでの需要を意識して、どんどんボディサイズが拡大していくんだ。そうすると日本での売上台数は反比例するように落ちていく。なるほど。なんか国内シェアが切り捨てられたみたいで、少し寂しい気もするわ。でも、大型車の方が利益率が高いなら何も言えないわね。ただ、利益率に全振りしすぎて、アメリカ一辺倒で言ったことが、後々自分の首を絞めることになってしまうんだがな。ここら辺は、もう少し後で詳しく説明するぜ。気になる。気になるところだが、その前にここで一つ、問題が起きる。問題。2020年、スバルにもあのコロちゃんがやってきたんだ。来たー、スバルもコロちゃんからは逃げられなかったわね。まず世界販売台数を見てみると、20年度は前年の約 103.4 万台から、21.4% 減で、809,895 台を記録。2年ぶりのマイナスとなったんだ。あちゃちゃ。やっぱり原因はおなじみの？工場の操業停止や生産調整、半導体部品の需要逼迫だな。生産台数を見てみると、国内生産は 20.9% 減の、524,736 台。海外生産も 22.4% 減の、285,159 台と、前年割れ。コロちゃんの影響で、生産台数に大きく支障が出たのね。また、国内販売台数は 18.6% 減の、105,840 台で3年連続のマイナス。輸出台数ももちろん、20.3% 減の 438,844 台と、2年ぶりのマイナスを記録したんだ。こればっかりは仕方ないわよね。主力の北米市場も見てみよう。北米スバルが2020年5月に発表した販売状況によると、前年同月比 18.7% 減の、51,988 台に押しとどまり、こちらもやはりコロちゃんの影響がうかがえる。シェアを大きく占める、北米での不調はちょっと厳しいわよね。車種別に見ると、レガシーが 34.7% 減の1954台、アウトバックが 36.8% の、11,382 台を記録。唯一、フォレスターのみが 11.4% 増で、17,859 台を記録したが、ほとんどのモデルが大きくマイナスという結果に終わったんだ。アウトバックの 36% 減は痛いところね。やっぱり、工場停止とかしたの？米国生産拠点、スバルオブインディアナオートモーティブを、3月21日から29日まで停止したことが、生産減少に響いたようだな。米国ではこの頃、コロちゃんの感染が急激に拡大していて、政府は国家非常事態を宣言したんだ。この時期、コロちゃん深刻だったものね。スバルは、現地の従業員と家族、地域社会の安心、安全を考えて、工場停止の決断をしたんだ。この操業停止による生産台数の減少は、1日あたり約1700台ほど。そんなに、やむを得ない事態ではあるが、売上に影響が出たことには間違いない。ただ、他にも問題はあるんだ。なに？それは、燃費の問題だ。ああ、近頃、ガソリン価格一気に高騰したわよね。さっき、スバルは 4WD を搭載していて、あまり燃費はよろしくないということは、説明したと思うが、燃料価格の高騰によって、北米ユーザーもいよいよ燃費を気にし始めたんだ。うわ、よりによってこんな時に、アメリカの年間平均走行距離は、日本の3倍程度の約3万キロと言われているんだ。アメリカでのスバルの主力モデルは、XV、フォレスター、アウトバックあたりだが、このままガソリン価格の高騰が続けば、ハイブリッド車で燃費のいい、トヨタのラブ4などにシェアが流れるのも時間の問題だ。一番力を入れていたアメリカで、苦戦しているなんて。さらに、欧米での評価は、もっと危ういことになっている。マジで？実は2008年まで、スバルは WRC で活躍していたため、欧州でも定評があったんだ。WRC って、欧州では人気のモータースポーツだっけ？ああ。より高性能な車種を求める WRC で、スバルはお得意の 4WD の技術を活用。あのコリン・マクレイが、タイトルを獲得した時に使用した車も、実は、スバルだったんだぜ。へぇ？欧州の大会でスバルが活躍していたなんて、なんか嬉しくなっちゃうわ。この WRC で、勝つことを念頭に置いたモデルが開発されるようになり、初代レガシーよりも、コンパクトなボディが作られたんだ。それが、インプレッサ。このスポーツのために、新たなモデルを作っちゃったの。インプレッサは、目覚ましい活躍を見せ、参戦3年目の1995年から1997年にかけて、
マニュファクチャラーズタイトル、WRC3 連覇を達成するんだ。これによって、スバルとインプレッサの知名度は急上昇することになる。また、スバルは WRC でのフィードバックを市販車開発にも活かしていたんだ。宣伝の意味でも、商品開発の意味でも、WRC の存在は大きかったのね。ただ、2008年、リーマンショックによる、世界的な経済不安の影響で、スバルはチームの運営が難しくなり、WRC から撤退。約19年活躍した舞台から、泣く泣く降りることになったんだ。そうだったのか。きっと WRC から入ったスバルファンもいたでしょうに。さらに、スバルは正直、EV 開発に遅れをとっている。スバルの車は走行している時の乗り心地にこだわるものが多く、それを EV では再現できない、というのが理由のようだ。今時 EV に消極的なのも珍しいわね。しかし、これが欧州市場では、不人気の原因となったんだ。欧州は燃費規制が厳しく、EV 車への対応が遅れているのは致命的だ。もともとここ数年間、WRC を撤退した影響もあり、欧州での販売台数は減少傾向で、年間数万台程度にまで落ち込んでいた。あれ？そうだったの？確かに、欧州って CO2 の排出量に厳しいイメージはあるわ。そして、追い打ちをかけたのが、今回のコロちゃん。2019年の欧州での販売台数が、33,075台だったのに対して、2020年は19,966台。なんと 39.6% も激減してしまったんだ。39.6%、いくらなんでも減りすぎじゃない。欧州での顧客ターゲットは、主に高齢者だったため、コロちゃんか、そもそもの外出の需要が激減してしまい、スバル車を買う人がいなくなったんだ。69ある英国のディーラーの合計販売台数は、1ヶ月でわずか34台だった月もある。34台ってマジ？さらに、EU の CO2 削減計画もより本格的になってきた。EU では、2021年までに、1キロあたりの CO2 排出量を、95g にするという目標を掲げ、2020年1月、カフェ規制を敷いたんだ。カフェ規制って何？車種ごとの CO2 排出量ではなく、各メーカーの車種全体の平均燃費を算出して、年間販売台数などを加味した一定の基準を超えると、罰金が課されるという規制なんだ。あらら、ガソリン車しかないスバルはピンチじゃない。そんな中発売されたレボーグには、時代を読めていないという声も大きい。レボーグ？2020年10月に発売開始したレボーグは、出だしこそ好調だったものの、1年も経たないうちに、初年度の月販目標、2200台を大きく割ることになる。理由はやはり、EV に対応していないことだ。やっぱり、新型レボーグは、すべての車種が排気量 1.8L のガソリンターボエンジンを、搭載していて、ハイブリッド車の選択肢がない。一応スバルは、Eボクサーというハイブリッドシステムも持っていて、インプレッサやフォレスターには搭載車種が用意されているが、今回は非対応だった。なんでよ、今やどの会社も EV 化に力を入れているのに。開発責任者によると、レボーグは長距離移動することを前提に作られているため、ハイブリッド用のバッテリー搭載を行うと、燃料タンク容量を確保するのが難しい、とのことだった。なるほど。技術上の問題ね。燃費にはどのくらい差が出るの？ほぼ同等の車両重量になる、インプレッサの4輪駆動車で、Eボクサー搭載車の燃費性能は、15.2kmpl。それがレボーグは 13kmpl しかない。わずかな差に見えても、長距離ユーザーには無視できない数字ね。新車を購入すれば、10年近くは乗り続けることになると思うが、さらに世界的に EV 化が進んだ2030年、燃費の悪いガソリン車に乗り続けるのは、厳しいものがあるという声も大きい。そうね。10年後も視野に入れると、選択肢には入らないわ。これにはさすがのスバルも、EV 化に本格的に踏み切る決断をした。スバルは2022年以降、電動モデルの生産を本格的に開始し、ハイブリッド専用の最新パワートレインを開発する方針を固めたんだ。ついにスバルにも EV 化の流れがやってきたの？2030年までに世界の新車販売の4割以上を EV とハイブリッド車にする目標を掲げて、2022年から2027年の5年間で EV 関連の設備投資に約2500億円を投入する考えを明らかにしたんだ。2027年から工場を稼働させれば、2030年の販売には間に合う計算だ。まずは工場稼働ね。はじめは既存工場で EV 生産に向けた工場の改修を開始して、
ガソリン車と EV の混入ラインを立ち上げる。その後、徐々に電動車へのシフトを進めていく予定なんだ。また、2022年5月からは、トヨタとの共同開発で初の EV 車、ソルテラを販売。あら、ついに EV 車販売したの？メーカー全体で CO2 の排出量を減らせば、EU の規制対象から外れるという狙いもあり、一刻も早く、EV に対応した車種の充実が急がれるんだ。遅ればせながらも、EV 化の波に乗ることができるのかしら？しかし、ここで起きてしまったのが、リコール問題だ。スバルは2022年7月、パーキングブレーキ部品や、後退比に不具合を発見したとして、レボーグなど主力の5車種で、計27,224台をリコールすると、国土交通省に届け出た。マジか、ここに来てリコール。対象になるのは、2014年5月13日から、2018年8月20日に生産した、レボーグ、インプレッサ、XV、WRX、レガシーなど、売れ筋の5車種じゃない。さらに、海外向けの車種でも契約33万台に同じ不具合があり、世界で約60万台規模のリコールになる可能性があるんだ。不具合の内容として、パーキングブレーキが作動しない恐れがあったり、交代比のスイッチ内部で材料が腐食し、交代比が点灯しなくなる可能性がある。ブレーキが作動しないの、どれも深刻な問題だわ。実はスバルは2017年から2018年にも、検索性や品質問題が相次いで発覚していて、今回リコール対象になったのは、同時期に生産した車両だ。2018年に打ち出した中期経営計画では、品質こそ最重点のテーマを掲げ、顧客からの信頼を回復している最中だった。一番リコールを起こしてはいけない時に、問題を起こしてしまったわね。今後、スバルはどうなってしまうのかしら？なかなか厳しい状態が続いている。2022年3月期の自動車メーカー各社決算では、販売台数は計画していた86万台に及ばず、73万4千台。計画の 85.3% ほどの台数だ。わわわ。コロちゃんが少し落ち着いても、販売台数の悪化は続いているのね。1.8L ターボエンジンのリコール問題で、国内主要3車種の生産を停止したほか、半導体の供給不足が続いていることも原因として大きい。やっぱり、半導体不足は相変わらず続いているのね。ちなみに、今はスバルの新車、買わない方がいいのかしら？私、スバルのソルテラ、気になってるんだけど、正直、あまりおすすめはできない。発売したばかりのソルテラだが、質感や性能で、同クラスの日産アリアに負けている。それは数字にも現れていて、ソルテラの国内販売台数は、年内900台という目標に対し、半分にも届いていないようだ。急いで EV 化に乗り出したものの、あまりユーザーに選ばれていないのね。EV の開発が本格的に進むまでは、パッとしない感じになりそうだわ。スバルの世界販売台数は、2017年の107万台をピークに、じわじわと減少し続けている。その原因の一つが、アメリカ一本足打法。燃費のいいコンパクトカーを作っても利益率が悪い、という考えから、米国受けする大型車ばかりに偏りすぎてしまった。スバルの得意とする、水平対向エンジンを十分に活かすには、仕方ない面もあったのかもね。でも、ついに時代の流れに逆らえなくなってきてるわ。今後は EV 車への移行を早急に進めて、世界のスバルとして、なんとか生き残ってほしいところだ。期待したいわね。みんなはスバルについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。